はい、皆さんこんにちは。この動画では XGen を使用して交際の作り方を紹介したいと思います。でですね、結果はこんな感じになってます。 XGen の使い方がわからないよという人たちはこの動画をですね、一度ぼーっと見てもらって、でそれで XGen を勉強してもらって、それから戻って見てみるとわかりやすいと思います。で僕もそのうち他のモデルを使って XGen の作業工程というものを見せていきたいと思うので、そちらの方も楽しみにしていてください。でこの XGen を使って交際を作るという手法はですね、他のソフトウェア、ブレンダーとかフーディーニーとかでも何でもできると思うので、もしやってみたよっていう方がいたらご一報いただけると大変嬉しく思います。では始めます。ではですね、まず最初に眼球のモデルを用意します。でトポロジーはどんなんでもいいので、とりあえずデュプリケートして、それでこの交際ができるあたりですね、その辺を、その辺のジオメトリーを作っていきます。こうやってエクスルードして、いらないところを消して、それで酸素を作るので、もう2つデュプリケートしてください。でこれをですね、瞳の大きさに合わせてサイズを変えて、これはですね、後々調整が効くので適当で大丈夫です。でですね、外側のやつは、このまま生やしてしまうと外側に生えていってしまうので、リバースをかけて内側に向けます。でこんな感じになります。はい、じゃあ早速 XGen を生やしていきましょう。設定はこんな感じになってます。これも後で調整ができるので、とりあえず作ります。で最初にスケールを合わせて、で今度は幅ですね。でノイズを足しまして、プリザーブレングス、これを最大にして、あとマグネチュードだの、フリクエンシーだのを調整してください。でここで一番大事なのはこのカーブですね。これをどこからか、ノイズが始まるか、どのくらいの強さなのかというのを設定できます。ちょっと薄いのでデンシティモルティプライヤーを3にセットで、サイズの調整などをして、まあ一番下の層はこんな感じです。あとでもう少しスカルプトするんですが、今はこれで十分です。で2層目ですね。で2層目はもう少し数は少ないんですが、少し太めの線になります。でこの2層目ですはね、幅の方にノイズを入れまして、でそうすると太いもの、細いものというばらつきが出てくるので、それを使用します。でここではですね、アンプリチュードがその太さの、大体の太さの中間となるので、それをアジャストしてから、レイシオ、フリケンシーレイシオなどお好みの結果が出るまで調整してください。で次にノイズですね。これもさっきと同じようにしていただいて、でフリクエンシー、マグニチュード、それからカーブをと調整します。これもですね、根元の方からもうすでにノイズがかかってほしいので、その辺のカーブを変えていきます。でここでテーパーを入れます。これは、生えたところと終わりのところが同じ大きさに、同じ太さにならないようにするためです。で調整が終わったらこんな感じになります。でこれもですね、後で盛り上がりを作るためにスカルプトをします。で次の一番最後の一番上の層です。これは少し細めにして間違えて、ゼロになってしまっていますが、作ってからでもその幅が調整できるので、とりあえず作りまして、でここで何も見えないですが、幅を上げて見えるようにします。あとはこの長さですね、スケールをアジャストして、これはスカルプトで少しずつ交代させていくんで適当で大丈夫です。で次はクランプですが、これは交際によってちょっと違うので、自分でリファレンスを確認しながら調整してください。で次は下の2層と同じようにノイズを足していきます。あとこれもですね、ノイズが始まる場所、ノイズが終わる場所、この場合はですね、根っこの方に結構ノイズが欲しくて、で真ん中になったら一番高い感じですね。それで先端の方には、一番少なく尖ってほしいので、一番少ないノイズにします。このような感じですね。はい、でこの層をスカルプトするわけですけど、この場合は、フロントカメラからやると奥行きのスカルプトにならないので、やりやすいと思います。でですね、スカルプトをクランプに邪魔されたくないので、一番上のレイヤーまで持ってきます。
で、ここで一番よく使うのはグラブとフリーズですね、大体。で、グラブの方はプリザーブレングスをオフにしてください。で、こうフリーズをかけながらグラブで、いろんな方向に引っ張ったり曲げたりして調整していきます。それでちょっとCB の方がごちゃごちゃになってきたら、スムーズブラッシュに変えてローカルの設定で、まっすぐに戻してください。このように淡々とやっていきます。で、たまにはこう伸ばしてリファレンスを見てみると、ちょっと長めに真ん中の方に伸びていくものがあるので、そういうのをちょこちょこ足していきます。で、先ほど作ったノイズを調整しながらさらにスカルプトしていきます。で、こういうですね、リファレンスに完璧に、マッチングするものを作らないといけない場合は、カメラに画像をくっつけて、それでそれをなぞるような感じにスカルプトしていくといいと思います。でも、この場合は完璧に同じものを作ろうとしているわけではないので、横にリファレンスを置いたままやっています。はい、ではだいたいできたので、下の層の方の盛り上がりのところをスカルプトしていきます。で、この時、スカルプトレイヤーがちゃんとエディットになっていることを確認してください。これはグラブブラシで少し盛り上がりを作っていますね。で、ランバートをかけてもう少し見やすいようにして2層目のスカルプトに入っています。ここも下のレイヤーと同じようにちょっとだけ上に盛り上がる感じです。で、これは、幅のブラシを使って、この、リファレンスを見るとわかると思いますが、その、太めに一本線になっているようなところ、くっついて一本になっているようなところ、それを表現するために、幅を広げて、太めにしています。これは別のスカルプトレイヤーにやってもいいですね。で、伸ばしたところを下の方に沈めてあげます。で、あとは外側のレイヤーにもちょっと盛り上げたり下げたり調整します。で、先ほど言ってた後で調整が効くとはこのことですね。あと、ジオメトリ自体を動かしたりスケールしたりすることもできます。で、最終的にこんな感じになりました。はい、じゃあグルムができたので、これをジオメトリにコンバートして、それからディスプレイスメントマップを作っていきます。まずですね、このグルームというものにはですね、とこのフェイスカメラというものが最初からついておりまして、これは何かというと、こう回ってる時に常に面がカメラの方に向いているというものでして、で、これをジオメトリに変えるとですね、そのまま受け継いでしまいます。だからジオメトリにコンバートするときはフロントビューにして、このようにはめてください。で、3つのグルームを選んで、ジェネレートコンバートインタラクティブグルームとポリゴンズで、これで初期設定のままでいいので、コンバートするとジオメトリーができますが、最初なぜかこのジオメトリーがですね、ノーマルが反対側向いてしまってます。だからその場合セレクトして、リバース、こっちの方のどっかにあると思います。で、リバースをかけてヒストリーを消して、で、するとですね、こんな感じになります。で、そしたら、これにシェーダーをつける前に、これを UV 展開しないといけません。だから、この3つ。これを選んで UV で、プラナーマッピング。で、Z ではなく、X、横からなので X 軸。それで Keep Image、Width and Height Ratio というのは、これオフにします。で、プロジェクト。ヒストリーを消して、そうするとどうなってるかというと、こういう風になってます。まあ、ぐちゃぐちゃなんですけど、それで大丈夫です。で、この一番下の層ですね。これが、右側に来てしまってます。で、これが真ん中。で、これが一番手前。でですね、これを利用して、ここが、1、ここが0。まあ、ランプで言うとですね、の値にすると、そうすると黒から白のマップができます。こう横に。それがどうなるかというと、こう正面から見たときに奥行きのあるディスプレイスメントマップになるということです。では、
シェーダーをつけていきます。まず最初に AI フラットを作ります。でこれにランプのカラーをくっつけてあげて、それで先ほど言ったみたいに左と右はこれの逆になっているので黒が0ですね。それを反対側にしてやって、白も同じく反対側にしていきます。でこれは V ランプになっているので U ランプに変えてください。こんな感じになります。そしてこれをこの3つにアサインしてあげて、そしてですね、今度はレンダリングするときにこのサイズをですね、これ今 1K になってますが、まあ必要に応じて変えてください。で今度はフロントビューにしてあげて、でこのビューのままフロントシェイプからレンダリングします。はい、じゃあできました。ではこれをファイル、セーブイメージで TIFF かなんかでセーブしてあげます。でですね、後々使うようになるアンビアントオクルージョンマップの方ですね、それはですね、このジオメトリの方に適当にランバートでもつけてあげて、このままフロントシェイプからレンダリングしてあげます。ちょっと 4K だと長いので 1K にしてあげて、はい、できました。ではこれをアンビエントオクルージョンマップとして使います。でシェーダーの話はパート2となります。概要欄の方にリンクがあるので、そちらの方からよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。